8日まで沖縄、金秀規セカントリークラブで開催された女子ゴルフの国内メジャー第2戦、ソニー日本女子プロゴルフ選手権は21歳の竹田れを、山江グループ HD が通算19アンダーでメジャー初制覇を飾り、幕を閉じた。今年4月にツアー初優勝を成し遂げてから、わずか5ヶ月で6勝の大躍進。今季日程の3分の2を昇華し、年間女王を決めるメルセデスランキング。 MR でも8日の時点でトップを走っている。一覧表、武田レオがダントツルーキーはのきなみ苦戦も最新メルセデスランキング。日本女子プロで4日間、一度も首位を譲らない、完全優勝、を決めた武田。優勝回数だけで見れば、3勝で2位の川崎遥の2倍で、今季の安定度は群を抜いている。当然、 ミスターも2 5 7 4 5 1ポイントで首位。初の年間女王に向けて突き進んでいる。とはいえ、武田も実は安泰ではない。2位で2107.90ポイントの2年連続女王、山下美優優とは466.61ポイント差。山下は今期に勝利ながら海外メジャー5戦全てに出場し、7月の全米女子プロ選手権で2位に入った。 海外メジャー2位で得られるミスターのポイントは480ポイントで、国内公式戦優勝の400ポイントより多いことが山下の順位を押し上げている。3日間大会で200ポイント、4日間大会で300ポイントを得られるため、今後一気に逆転もありえる状況だ。海外メジャーでのポイントがミスターに反映されるため、 7月のエビアン選手権で日本人4人目のメジャー制覇を飾った24歳の古江彩香は、今季国内2試合しか出場がないにもかかわらず1171.99ポイントで9位。国内で出場1試合の西郷真央も全米女子プロ7位で得た589.00ポイントで25位となっている。ルーキー勢では、昨年のプロテスト1位通過の清本美奈美は149位特選中。 ルーキーでトップは正田夢乃の,の56位だが、来期シード権を与えられる50位以内には入れていない。しかし、8月の NEC 軽井沢は72で2位に入り、以後4試合で2度のトップ10入りを果たすなど状態は上向き。シード権内に食い込む勢いを見せている。